どうもーどうもでーすいやー、本日最終日ですよ、ブラックフライデー。いやー、あと3日経ったら、12月も1週間終わりですね。まあ、どんどん早いですよ。すぐ終わっちゃいますよっていうことで、<laughs> 今年も終わるわけなんですけど、はい、えー、ブラックフライデーも終わります。アマゾンはね、12月1日に、えー、1日、えー、ブラックフライデー終了となりましたけども、僕は4日までやってます。今日までやってますので、よろしくお願いします。はい。 ただね、えー、この動画が公開される頃には、えー、なんだ。あと何時間になってるのかなまあちょっとこの動画をいつ公開しようかま。まだちょっと悩み中なんですけど。<laughs> はい。まあとりあえずどうしようかな。あまあいいや。えっ、ー、と、そう。えっ、ー、と、今日は18時と、今日はだから18時前に公開しよう。うん。えっ、ー、と、18時と21時。今日。 ブラックフライデー最終日は2回もご案内します。<laughs> 2回もメルマガでご案内します。<laughs> はい。基本僕の裏メルマは、まあ、ほとんど配信頻度が少ないんですけど、まあ最終日はね、いつも最終日は何発かしますけど、今回2回流します。で、18時と、えー、21時。 どうもーはい。えー、12月4日ですね。今日はどうですかブラックライデー、本日最終日となっております。えー、今回本日最終日は、なんと2商品、2商品追加させていただきます。はい。で、まずはね、1つ目の新しく追加した商品の方をご案内させていただきます。はい。まだね、メルマが登録されてない方は、あメルマが登録しておいてください。今日のね、最終の配信が21時になると思います。 今日の最終の配信が21時となりますのでよろしくお願いいたします。で、21時以降にすいません、登録したらご案内は見れないです。すいません、21時、今日の21時ね、えー、の配信が最終の配信となりますので、まあ、それ以降登録するとちょっとすいません、えー、こちらのご案内は見れないです。で、す、え、で、ー、に追加した商品がですね、こちらですね、一つ目、最強フリー戦略を追加しました。 これね、まあ今朝の番組でエルの部屋っていうメルマガ読者さんのお悩みをねいろいろ聞いたりとかする番組をやってるんですけどもまあその番組を始める前からも、まあ、ずっとありましたけどなかなかやっぱフリーコンテンツが作れないっていうお悩みめちゃくちゃ多いですうんフリーコンテンツを継続して作れないっていうねこれめちゃくちゃあるんですよまあこれからも同じような悩みはずっと尽きないと思うんですけど これねそ、それを、その問題を、こうやったら解決できるよ、みたいなね。もう最強の解決方法です。最強の解決方法をここでご提案してます。うん。まあ、そのコンテンツビジネスやるにしても何にするにしても、ネットで稼ぎたいんだったら、ネット上になんかコンテンツがないとダメなんですよね。ネット、コンテン、ネットビジネスで稼ぐってなった場合。まあ、物販だったら別になりますけども、まあ、僕が教えてるそのコンテンツビジネスやるんだったら、まあ、コンテンツがないとダメなんですよ。 そもそもだけど作れないんですよねなかなか。でその作れない理由っていろいろあるんですけど大きな理由として、まあ、ここの最強フリー最強のフリー戦略で、えー、の講義でお伝えしているまあ大体ここがあ問題点かなというところをあげていましてそれを解決する方法を挙げてます。 うん、なんでこれ見ていただくとちょっと自分の固定概念だったりとか、えー、そのフリーコンテンツを作っていく上でかなり参入障壁が低くなるんじゃないかなと思いますうんだからフリーコンテンツなかなか作れないっていう方はねこの最強フリー戦略を一度は食べていただきたい本当は一度は食べていただきたいということで、えー、持ってきましたで 今回、ブラックフライデーのキャンペーンとして、えっ、ー、と87、87%、最大87%オフっていうのを歌ってるわけですよ。ただ、その最大87%で、まあ、一番安いやつは、えー、なんだ、390円っていう商品なんですけども、えー、390円の商品に関しては、1個しか用意してなかったので、えー、今回、こちらの、こちらの最強、最強のフリー戦略、これ、一度は食べていただきたいということで、 こちら390円としてご案内です。一度は食べていただきたいんで。いや、これはね、本当ね、みんな見てほしいなと思いますね。いや、390円ですから、ど,どうすかね、390円払って、うーん、明日の生活が、吉谷さん、今日の生活が390円払うと、今日の生活が、明日の生活が、今月の生活がっていう方は、まあ、しょうがないんですけども、 多分あんまりいないんじゃないかなと思うんで、ネットで、ネットで稼ぎたい、コンテンツで稼ぎたい、なんか、それで思うんだったら、これはもう本当一度は食べていただきたいという思いで、87%オフの390円で今回、これ最強をね、えー、公開しますので、これは本当見てほしいなと思います。要はね、本当ね、ここの講義で教えてることっては何かっていうと、固定概念常識なんですよ。 あなたの常識、固定概念、それを破壊するってことです。もう一度言いますね。あなたの常識、え固定概念え、そういうのは破壊していくという内容です。うん。そう。でもね、それが破壊できたら、結構楽にフリーコンテンツは作れますね。で、あと、こういう稼ぎ方もあるんだ。あ、こうやって稼いでる人もいるんだっていうね。なんかや、新しい気づき、発見はあるんじゃないかなと思いますね。 なんで一度はまあ見ていただきたいなという思いで最強を87%オフの390円でご案内させていただきますただねこれを390円で手に入れられるのは今日だけですのでブラックフライデー最終日の今日だけですので明日以降はもうこれも閉じますのではいでこれが一つ目の商品となっておりますで最後ブラ,ックフブラックフライデー最終日のこのね 一番下、ここにちょっと、まあ、書いてあるんですけど、ブラックフライデー最終日、21時、僕の秘密を公開します。こちらの商品は3時間しか公開しないのでご注意くださいということで、まあ、21時のメールが最終日です。最終のあれですよっていうふうにご案内させていただいたんです。今、あのね、ご案内させていただきましたけど、この21時のメルマガで、えー、ご案内させていただきます。はい。もう3時間だけの公開です。3時間だけ。 で、これは、正直、あの、一般で、その、単発でね、この商品を単発で売ったことは多分ないですね。僕が鹿児島の独立、まあ、僕の記憶がすみません。正しければ、これを単発で一般公開することは多分ね、これが初めてです。うん。はい。まあ、そもそも非売品なんで、非売品なんで、つけるとするこれ、このやつをつけるとするならば、えー、高額な商品の特典、 としてだからまあ、非売品だったのを3時間だけあの、その非売品を公開しますよみたいな話です。今までそ,のそれを単品売りするなんて俺してなかったんですけども、えー、それをね、3時間だけですけど、すみません、3時間だけとさせてください。これちょっと内容が内容なんで、そんなに公開、本当にない、すみません、これ内容見ないと分かんないと思うんですけど、 あの本当にあんまり公開できないんですよ。なんで、すみません。本当に3時間とさせてくださいな。これ内容を見れば分かります。でも買わないとその内容は見れないんで、まあいいんですけどね。<laughs> 買った人しか分かんないんで。うん。でも買った人が内容を見れば、あ、これはさすがにあんまり売れないなっていう <laughs>、そんなに公に売れないなっていうことはご理解いただけると思いますので。うん。で、この3時間しか公開しない この僕の秘密っていうのは、今回このね、まあ、ちょっとね、まあ、ヒントなんですけど、今回のセールスレター、まぁ、あ、2023年を僕は振り返って、一番やっぱね、インパクトがあったのが、やっぱね、そのコンサル生が1000万突破したっていうのはね、すごくインパクトがあって、まあ、これはね、対談も取りました。ね、今もうあの、なんだ、1000万,万超えて、今なんかね、もうタイにいじいあの、会社法人作ってね、今タイにいてますけども、 うん、なんかね、僕もね、これはね、うれしかった、一番、まあ、売上規模が大きかったっていうのは、もちろん、売上もね、1000万っていうボリュームはまあまあね、他のお客さんからもね、なんか、すごい、みたいな熟、熟成さんからもね、結構反応いただきましたね、1000万ってすげえ、みたいな。だけど、その、まあ、売上も、まあ、すごいっちゃすごいんですけども、ただ、何が僕が一番嬉しかったのかっていうと、ここなんですよね。 このレターでも書きましたけど、この1000万上げてるコンサル生の一番最初僕に、そのコンタクト、一番最初僕にコンタクト取り始めた時に、どういうメッセージを送ってたのかっていうと、もうこれなんですよ。ね。この、2022年3月3日、10時18分04秒、えー。2022年、だから1年前ですね。 1>, 1年前の、まあ今年2023年ですよね、1年前の3月3日10時18分04秒に、この1000万上げてるね、コンサル生が僕にこんなメッセージをね、送ってるわけですよ。 吉谷さんお世話になっておりますと R の思考で公開されている吉田さんの弟子に対する講義を見て自分がいかに甘い気持ちでビジネスをやっていたか痛感しました稼ぐまで楽じゃないと頭で分かっていてもあそこまで自分を追い込んでビジネスに向き合うことができていませんでした私は約2年という時間がありながらいろいろなビジネスに広く浅く手をつけていまだに稼ぐことができていません努力の方向性も努力量も足りていなかった貴重な時間を無駄にしてしまった深く反省しています自分が情けないですこっから挽回したいです こんな私に、こんな私に厳しいお言葉をいただけないでしょうかっていう、こっからなんですよ。これが、これがですよ。彼が、これが、彼が、これが2022年のお話でございます。で、今2023年ですよね。2023年は、彼は、どうなったかっていうと、2022年の3月はこの、この時点ですよ。わかります 2022年の3月3日の時点はこの時点なんですよ。はい。まあ2年ノウハウコレクターみたいな感じですよね。で、まあその、いまだに稼ぐことができていませんと思うようにね、わかりますこれが2022年、1年前です、3月3日。で、そこから今年、どうなったかっていうと、ね、3ヶ月連続1000万超えみたいな。 だから今年はトータル5、6千万は上げてると思いますけど。だからここなんですよね。なんかもともと、例えば、もともと100万円ぐらい稼いでいて、それが10倍、僕、万月収100万円ぐらいを稼いでいて、僕のコンサルに入って、それが10倍になりましたっていうことじゃないですよ。何かっていうと、ゼロ戦なんですよ。いや、 ぶっちゃけ、100を10倍にすることは、まあ、そんなに難しくないんですよ。もう100万稼いでるっていうスキルがある人をね、1000万稼ぐっていうのは別にそんなに難しくないんですよ。0 0なんです。0100じゃなくて0 0です。<laughs> わかりますだからここが僕はめちゃめちゃ嬉しかったですね。0 0です。そう。0 0っていうね。この、0の状態から1000万です。 で一番嬉しかったのはこれですよ。うん。そう。だから100、もうすでにね、吉田さんも僕、月100万ぐらい稼いでるんですけども、それをもうちょっと売り上げ1000万ぐらいにしたいんですよっていうことではなかったということでございますね。未だに稼ぐことはできませんと。2年間ノウハウコレクターでした、みたいな。わかりますかそんな彼が、そのハッとした。もうこれもっと俺やらんとあかんと。なんで今までで何だったっていう。 まあ、こちらですね。まあ、ここがちょっとヒントなんですけども。ちょっとね、ここら辺がヒントになりますけど、まあ、この辺にしときましょう。<laughs> まあ、これに付随する内容です。で、これに付随する内容を公開します。うんな。あなたにも気づ,気づいてほしいってことですね。なぜ、まあ、一般に公開し、あんまりできない内容を今回その一般に公開するか、その理由は、その理由は、えー、彼のように気づいてほしいってことです。 彼のように気づいてほしいってことです。本当に。ね。ここでね。彼は気づいたわけですよ。ね。通過、通感しましたっていうことに気づ、気づきましたよね。うん。まあ、正直、まあ、彼がこう言ってる通り、あの、稼ぐまでは、あの、楽ではないですよ。でも、稼げるようになったら楽ですよ。もう一度言いますね。稼げるようになれば楽です。で、 稼げるまでは楽じゃないです。申し訳ないですけど。だから、稼ぐまで楽、稼ぐこまで楽な方法を探してるんだったら僕じゃないので、他言ってください。もう一度言ますね。稼ぐまで楽な方法を探してるんだったら絶対僕じゃないので、他言ってください。今ね、僕インスタやってますけど、インスタでね、もうこれ、 よく審査通ったな、みたいなね。その、なんか投資系の広告もバカバカ結構広告されてるんですけど、まあ楽して投資でほったらかしでみたいな結構あるんですけども、これよく広告審査通るな、みたいなね。<laughs> まあまあ、すみません。あの、そういう情報いっぱいありますので、あの、楽して稼ぎたいんだったら僕じゃないです。もう一度言いません。楽して稼ぎたいんだったら僕じゃないです。もう一度言います。楽して稼ぎたいんだったら僕じゃないです。楽、稼ぐまでは楽じゃないです。 ちゃんとやらないとダメです。ただ、稼げるようになったら楽です。はい。<laughs> 自転車乗れるようになったら楽です。車運転できるようになったら片手運転で運転できます。それと一緒です。はい。ネットで稼げるようになれば楽になります。だけど、その、それを、そのスキルをね、習得するまでは楽じゃないので、そこをどう乗り越えていくのかっていう話でございますよ。まあ今回ね、そう、これね、<laughs> <laughs> この3時間しか公開しない、こちら、見ていただくと、まあ、その、ちょっともう、とあの、ツが入るんじゃないかな。カツって言うんだね <laughs>、はい。ということで、ブラックフライデー最終日、ね、3時間しか公開しないですけど、えー、ぜひ、ご期待ください。まあ、そちらはね、すみません、そこまで安くないです。そこまで安くないですけど、買える金額です。 まあ、あと、価格設定を見ていただければ、あ、吉谷さん、納得ですっていう、まあ、分かる人は分かると思います。なぜその価格に設定、なぜその価格頃に合わせたのかっていうのも、まあ、見ていただく人によっては、その、なぜその価格で、うん、僕が、うん、今回公開したのかっていうのも、まあ、なんとなくご理解いただけるんじゃないかなとは思いますけども。まあ、とりあえず、あの、今日の、えー、21時から、 あー3時間しか公開しないね、商品の方をご案内させていただきます。はい。僕の秘密プラス、いろいろです。いろいろ3時間だけ、あの、本当に今までね、一般公開はしてなかったですけども、一般でも買えるようにしますので、3時間だけですよ、その代わり。内容が内容ですから。うん。でも内容はめちゃめちゃすごい内容です。はい。もう、もう今の僕じゃ絶対作れないですからね。 もう一度言います。今の僕じゃ絶対作れないコンテンツです。もう一度言います。今の41歳の僕じゃ絶対に作れないコンテンツです。絶対です。言い切ります。<laughs> もうだって、作ろうともしないし、やろうともしないので <laughs>。絶対作れへん。うん。やろうともしせんしね。まあ僕がね、若いから、若い時だったからできたっていうのもあるし、まあいろいろな要,要素はあったんですけどね。うん。 まあ、とりあえず、ま、目玉、もう本当に目玉中の目玉は最終日の3 21時に公開しますので、ここはね、21時のメルマガはね、ぜひチェックしといてほしいなと思います。はい、21時公開しますのでね、はい、こうご期待ください。はい、ではね、12月はもう終わっちゃいますけども、えー、やり残したことはありますかえー、今年、来年からはじゃなくて、今年から頑張るためにも、 今年から頑張るためにも、ね、しっかりと教材を買って勉強しましょう。まあ買わなくてもできてるっていう人だったら全然いいんですけどね。はい。うん、もしくは自分で一人で問題が解決できますってことだったら全然いいんですけどね。うん、ただ自分の解決方法が あなたは今の問題を今の知識で解決することはできてますか自己流で自己ってませんっていうところですね。今の知識で今の問題点を解決することができますか例えば一番最初にご案内したこの最強のフリー戦略。ネットビジネスでね、お金稼いでいこうと思ったとしても、なかなかフリーコンテンツが作れません。その問題をあなたの今の知識で解決できますかネットビジネスで稼ぎたい。稼ごう。自動化。まあ、いろいろなフリーあー、なんか夢あるな。 でも、いざやってみるとフリーコンテンツが作れません。じゃあそのフリーコンテンツが作れない、その問題をあなたは今の知識で解決できますかっていうことですね。もし今の知識でそれが解決できないんだったら、まあ、こちらの商品は390円でご案内させていただいてますので、こちら見ていただきたいなと思いますね。はい。で、まあこれはもうすでに追加してますので、えー、あとは、えー、今日の21時に公開するやつですね。 そちらはあ、内容はすごいです。そちらも。まあ、これは、これは、まあ、一度も本当に見ていただきたい感じですね。振り込んでたら作れない方はね。うん。はい。泣いても笑っても今日が最終日ですのでね。えー、メルマガ、要チェックしといてください。はい。では、動画の方終わります。ご視聴ありがとうございました。